皆さんにご報告があります。甲賀流忍者ポンポコ、この度彼氏ができました。イエーイ。まず彼氏ができたということで、身内であるピーナッツくんに紹介しなきゃということで、ゲーム中に彼氏から電話がかかってきたらどうなるのか実験していきたいと思います。彼氏って言ってもとある男性に無理って無理って一瞬だけ彼氏になってもらったんで、まあでもそれでも彼氏、それでもポンポコの彼氏に変わりはないよ。もうこの企画終わったら元彼だもん。カウントしよう、元彼。ということでレッツボーイフレンド。負けたら腹筋100回、ストリートファイターガチンコバトル、イエーイ。ということで今日はピーナッツくんの大好きなゲームストリートファイターをやっていきたいと思います、はい、いやもちろん勝ちますけど、あの負けたら本当に腹筋100回ね。負けた方はムキムキにならないとダメなんでね、このストリートファイターごとくね。ムキムキ何使うの、剣、剣、竜。僕竜、ライバル対決じゃん。剣と竜はライバルなの、うん、なるほどね。ぶっ倒してやんぞ。おこっちこそぶっ倒してやんぞ。よっしゃ、来いよ、熱くさせてやるぜ。いい背景じゃん。おお、めっちゃ竜じゃん。邪魔だ邪魔だ、この道を進むのみ。構えがいいじゃん。この道邪魔なんだい。いやあららら、ほ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 ら、昇竜拳。まるでスマブラだな。あら、あららら、まるでスマブラ。一緒に捨てるやつがどこにいって。あららららら、うるさい。いや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 、見たことない。けん、ほら、あぶね。あはい。は下手じゃん。下手じゃねえわ。下手じゃん、初心者に負けてんじゃん。ペッペッペッ。今のはたまたまですわ。イージーイージー、弱いわ、ちょっと弱い、弱いよ。酒が、酒が、うわうわ、ちょっと待って、弱い、冷え服がいい、俺のキッチンの前。イエーイ、なんでお前剣は最強なんだよ、イエーイ。ちょっと弱いんですけど、あい、腹筋100回ですよ、大丈夫ですか。いやいや、ちょっとおかしいおかしい、怖っ、やばいやつ使うじゃん、怖っ。ついに本気出すな、完膚なきまでにぶった切ってやるよ。お前剣に味しめやがってよ。徐々に出てくる、おらおらおら、でかいだけなんだよお前は。ほら、はーい、さあ、さあ、派手だな技が。ほら、よっしゃ、これが、ほら、お前調子乗ってんじゃねえ、でかいだけだお前は。お前でかいだけ、おら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 あいつでかいじゃん、ずるー。ビルディ、ここはなんだ、アホだアホだ、使って迷った、アホだアホだ。この臭い、あれ、くらえ、この、さあ、入った、よっしゃー。見たか、このライフが1からの。いや、かっこいいっすね、ケン、やっぱり。やっぱケンはかっこいいっすね。おら、おら、おしゃ、あ、やっぱ、当たれ。いや、このライフが1からの巻き返しがやっぱ剣はかっこいいですね。勝率 100%。 大根パンチ、ドーナツガブガブ、うわうわまず今同点だからね、はい、じゃあもう一回これもうポンポコ、これしか剣しか使わないわ。剣ばっか使いやがって。こっちはな、 R ミカだぜ。 R って何の略なんだよ。え、レモネード、レモネードミカ。いや、レモネード L だから、ちょっともうそれ忘れて、それちょっと、うん、分かった。よっしゃ、行くぞ。プロレスラーか、お前プロレスラーか。デイだ、いた、デイデイ、あ、低い姿勢ずるいぞ。デイ、お前も低い姿勢に。ほら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 、デイデイ、危ねえ危ねえ危ねえ、くらえよこのヒップアタック。やば、お尻でっけえのか。おら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 はい、彼氏？そう、この間から紹介しようと思ったから、ちょっと出てね。あ、録画止めといて。はい。どういうこと？
わかった。いや、わかったじゃなくて、あ、もしもし、あ、もしもし、ケンケン、聞こえる？ああ、俺だ。聞こえるか？あ、ちょっと今からちょっと紹介したいから、今ちょうどお兄ちゃん横にいて、ちょっと紹介したいから、うん、挨拶してもらっていい？了解だ、はい、俺だ、聞こえるか？ピーナッツよ、はい、聞こえます。俺は仮想神拳第27代伝承者ウルケンノースだ、よろしく頼むな。いや、知ってますけど。あ、知ってるか？ああ、知って、いや、さすがだ、うん、いや、知ってるっていうか、あの、ケンさんってことは知ってますけど、最近ね、ちょっとね、一応世紀末ダーリンということで世紀末ダーリン、え、どこで、どういう、慣れ染めは何なんですか？ポンポンのな、ポンポン、うん、ポンポンプリン忍者、俺ポンポンって呼んでんだ。うん、そう、え、ポンポン、ポンポンとケンケン、そうそう、ね、うん、俺はケンケンって呼んでくれて、うん、あの、俺はポンポンって呼んでんだけど、うん、すごいいろんなことを、共にこうやるようになって、そう、でそこで愛が生まれて付き合ってるって感じ。いやいやいや、そう、自然とね。そう、自然じゃないわ、うん、ああ、全然自然じゃないし、いや、なかなかだぞ。いや、なかなか、うん、なかなかだよね。なかなかだぞってどういうこと？そう、なかなか、うん、いや、え、いい流れだ。いつの話ですかあれだぞ、2、3週間ちょっと前ぐらいの、うん、ずっとでも言いたいなとは思ってて、2、3週間前、うん、ああ、それでもうポンポンとケンケンって呼ぶ中に、もう夜ずっと電話してるもんね、最近。うん、そうだな、うん、何の話してるの？何の話？お互いのあれだよな、あのファッションとかな、どういうふうなファッションするのかとかな。あ、そう、ファッションの話をよくね。そうそう、もう笑ってるじゃん、ポンポコさん。うん、で、あと、ファッションなんか、そうだ。いや、もうケンケンの声を聞くだけで。料理の仕方、そう、料理の仕方。あ、そう、料理話してるよく。そう、料理大好きどうしたの？そうそうそう、うん。ケンスイーツも好きだしね。スイーツの話もよくするよね。そうそうそう、お菓子とかな。あのケーキの作り方とかいろいろこう。そうそうそう。チーズケーキの作る方法とかいろいろ話し合ったりとか。うん。いや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 。うん。ああ。なるほど。声聞いてるだけで幸せだもん、今。うん。ね。あ、すごい。もうポンポンな。うん。ラブラブだな。うん。ラブラブだよね。ポンポンの声がすごい良くて、うん、パワーをもらってる感じなんですね。ケンケンの声もすごくいいよ、ちょっと。いや、ポンポンもいいぞ、すごいな、ほんとな。ありがたいことね。いやいやいや。ん？おかしいでしょ。いや、ほんとだし。なんで、なんかおかしいのか。ほんとなの、ケンさん。うん。いや、なかなかだぞ。あー、すごいね。なかなかだよね。うん。あ、じゃあ、ケンと、うん、うん、兄じゃな。あ、じゃあ、うん、え、兄じゃ。あ、ピーナッツ兄じゃ、うん。うん、あ、ケンに兄じゃって呼ばれるんだ。もうお兄さん、兄じゃ。もう身内なんで。ああ、でももう、ピーナッツ神拳ね、ケンと結婚するつもりだし、結婚したらもうピーナッツくん身内でお兄ちゃん、もうケンのお兄ちゃんだよ。まあそうだな。うん、結婚したら名字とか変わんの、ポンポコさん。ウルケンポンポコ、うん、ちょっと楽しみ。いいよ。うん。かわいいな。ちょっと出る。やばいな、二人、うん。そう、照れなくてもな。いやーねー、あ。かなりラブラ。うん。いい、もういい、もうずっと紹介したかったからさ、もういいです、うん、じゃあケンありがとね、今日ありがとねじゃなくて、いや、ご紹介するのでも紹介できてよかった、紹介できてよかった、じゃあ遊びまくろうのとな、また後でね、また後でね、じゃあね、バイバーイ、さらばだ、ありがとう、さらばだじゃないだろう。